ははい皆さんこんんこにちはちゃんです、えー、今日は海上釣り堀における脈釣りをやる中での「えー、ガンダム・アを打つ位置を考察していきたいと思います。えー、僕自身ねあ今まで海上釣り堀で脈釣りっていうのをあんまりやってこなかったんですけど、えー、先日定だまるさんの海上釣堀 行った時にまあほぼ一日、えー、ガンダマをガンダを使った脈ずりをやった中で気づいた点などをちょっと今日は復習讐型えー、動画にしていきたいと思っています。まずねあのガンダマを打つ位置どうなんですかね皆さんどんなことを考えながらこの針からガンダマの距離をこう変えていかれてるんでしょうかっていうそして どういう時にこう近づけたり離したりどういう基準でこの距離を <coughs> 距離を決めておられるんでしょうかえそういうところをね今回はちょっと深掘りしていきたいなと思いますえっとね僕が今パッと思い浮かんだところでは棚ぼけ潮流の影響探れる範囲え手返しこの4つぐらいが このガンダマを打,ち打つ位置が近い遠いで変わってくるかなと、えー、思っています棚ぼけまず1個目の棚ぼけなんですけどガンダマを打つ位置が針から近いか遠いかでどちらが棚ぼけしやすいかしにくいかっていう話なんですけれども、えー、棚ぼけとは、えー、例えば8メートル水深8メートルで に魚がいて 8m で食わしたいっていう時に、えー、どちらがどちらがより正確に 8m を狙えるかっていうとこれはガン玉が針に近ければ近いほど 8m をきっちり狙っていけます。っていうことでこの棚ぼけに関してはこちらの方が近い方が棚ぼけ。 ガン玉の位置が近い方が棚ぼけしにくい。遠い方がしやすい。ガン玉の位置が、例えば針からこう離れてるとしましょう。離れてるとしたら、このガン玉から針までは、 脳ガン玉なんで脳シンカーなんで例えばこう右から左に、えー、ここが8メー,ターラインね8メー,ターラインとして、えー、例えば右から左に潮が流れてたとしましょうそうするとこのガン玉から下の糸と針は潮流に押されてこういう状態にこういう状態になりますすると 8m を狙ってるつもりでも実は 7m に挿絵がある、りがある、こういう状態に、えー、なる可能性が出てきます。ということで、棚ぼけに関しては近い方がしにくい、遠い方が棚ぼけしやすい。狙った狙,狙いの棚がはっきりしている場合は、えー、ガン玉は極力針に。 近いい方がが有利ここういうことが言えると思います、まあ,あの次潮流の影響どちらが受けやすいどちらが受けにくいガンダムを打つ位置が針に近い方が潮流の影響は受けにくい受けやすい。 いこれは、えー、と棚ぼけと話がほぼ同じなんですけどさっきの説明と、えー、針からさ,さっきの説明通りですね棚ぼけとリンクしてますねここは、うん、潮流の影響は針から近,近,近ければ近いほどやっぱりこの受けにくいし針からおもりが離れてれば離れてるほど潮流の影響は受けやすくなると。 考えられます次探れる範囲ガンダムを打,打つ位置が針から近いほど探れる範囲は狭くなる探れる範囲は針から遠ければ広くなるえー、これはねどういうことかと言いますと脈釣りの場合仕掛けを入れると まずおも、えー、りの方が重いのでおもり先行で針が後ろについてくる形でこういう風に仕掛けが入っていきますそして狙いの棚でまで来るとあの糸を出すのを止めるのででこっからおもりはここに捨ていあのとどまっててこっからあのゆっくりふわ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  ふわ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 わこう餌がゆっくり馴染んでいくわけです。ということでこっからここまでの距離が探れる範囲っていうことになって針から重りまでの距離が長ければ長いほど探れる範囲は広くなるし針から重りまでの距離が短ければ短いほどこの探れる範囲は狭くなる。 えー、そういうことが言えると思います次手返しです手返しに関してはガンダマを打つ位置が針に近い方が早いですしガンダマを打つ位置が遠くなると手返しは遅くなりますこれはあの探れる範囲の話とまた被っているんですけど針と思いの距離が近ければこの探,る探っている時間が短くなるので えー、仕掛けの馴染みが早いなので手返しも早くなると針と重りの距離が遠くなるとこう仕掛けが馴染むまでの時間にすごく時間がかかってしまうので手返ししはどうしても遅くなりますあともう一つ当たりの出やすさがありましたね当たりの出やすさっていうのがありましたね5つ目。 当たりの出やすさとしてはガン玉を打つ位置が針に近いと「出やすい」「出にくい」こういうことが言えると思います。えー、近いと結局この遊びの部分が少ないので魚がくわえた時、えー、走った時すぐに 穂先に当たりが出てくる。でもガン玉と針の距離があると遊びの部分が多くなってしまうので例えば仕掛けがこういうこういう状態の時に仮に魚が餌をくわえて加えたとしても穂先にあたりは出ません。こういう状態になってからしか 穂先に当たりが出ないので、この遊びの部分が少ない方が針の距離が短ければ短いほど穂先に出るあたりは出やすくなるということができると思います。えー、こんなもんかなパッと僕が、えー、思い浮かぶ近いと遠いで言えること。ではですよ。 こっからですよではどういう実際海上釣り堀でどういうシチュエーションの時にガン玉を近く打てばいいか、えー、どういうシチュエーションの時に、えー、ガン玉の位置を離して打てばいいかっていう話をここからしていこうと思います。ガン玉と針を、えー、近づけて釣りする時はどういう時かっていうとモーニングや。 放流後要は活性が高い時ですね食い気が立ってる時こういう時はえー、ガン玉と針の位置を近くして棚を直撃プラス手返しを良くしてこう回転を効率を上げて数上げて釣っていくこういう時こういう時なんかは棚結構決まってる場合決まってること多いですし え周りの人がね何棚何メートルで食ってくるとか結構みんな教えてくれるんでこういう時はガン玉近い方がいいと思います。あとはネット際です。ネット際ネット際を攻める時、えー、ガン玉と針の距離は近い方がいいと思います。これはなんなまあ説明しなくてもお分かりだと思いますが。 こうあんまりねこれ,これネットとしてネットとしてこの距離と針と重りの距離があって遊びが多かったら潮の流れの影響を受けて自分の思惑とは違ってこう針がネットにかかりやすくなってしまったりするんで潮流の影響をやっぱ受けやすくなるのでなのでネットギアを攻める時は。 えー、ガンダムできるだけ低い位置で使ってたとえ潮流の影響を極力受けないようにまた受けたとしてもネットに届かないようにガンダムの位置を極力ち針に近づけてやった方がいいと思いますそしてもう一つは生き餌を使う時生きあじ生き味を使う時なんかはやっぱり アジの自由を拘束するためにガンダマとハリ位置は近い方がいいと思います。あんまりやっぱ話して自由に動き回られると、他の人の仕掛けとかと絡んじゃったり、えー、そういうトラブルの元になるので、イキアジを使うときなんかは結構近めにしと,けしといた方がいいと思います。まあネット際でカニを使うときなんかも同じ理由で、 近いいいい方がいいと思いますじゃあ、えー、どういう時にこうガン玉と針をこう離してどういう時やったらいいかっていうと活性が低い時渋い時、まあ、極力ねこう探れる幅を広くとってどこに魚がいても対処できるようにまたこう長い時間アピールして魚に餌を見つけてもらえるように。 活性が低い時、食いが渋い時なんかは、この重りと針の位置を離した方がいいと思います。他は、えー、例えば、イけす中央付近狙う時なんかも結構離しても特に問題がないと思うので、イけす中央付近を狙う時なんかは、こう離した方が有利になる場合が 多いいと思います、えー、あと餌でこう団子 <laughs> 団子なんか使う時なんかも結構針とガン玉の位置離しててもまあさほどね問題ないと思いますっていうのも団子団子餌って基本比重が重いんでもう結構早く馴染んでくれます団子餌ピューッてもう早い早い で比重もあるから潮の流れを受けてもまあ少々しか受けないです少々しか重いんでぐーっと真下に落ちていってくれやすいです団子は非常比重があるのでなので団子ご餌を使う時なんかもこの距離離してもいいと思います、えー、そんな感じでねこのガンダムを打つ位置をこういうことをこう頭に入れながらこう ガンダマの打つ位置を調整していけば、えー、会場釣り堀で超過アップにつながるんじゃないかなと僕は思いますっていうか思いました先日、えー、で、どれだけ話すことができるかこの針とガンダマの位置どこまで話すことができるかっていう話なんですけど、えー、僕は先日 海上釣り堀でやってたのは、えー、これ針としてここここ針として、えー、僕4 5メートルの竿を使ってたんですけど竿の長さの3分の2のところまで、えー、ガン玉の位置上げても大丈夫だと思います。 えー、そこら辺僕、僕だからこれ、ここの距離3メーターぐらいあったと思う。こっからここまでの距離。3メーターぐらい開けてたと思う。針と重りまでの距離。最終渋い時そこまで上げて、えっ、ー、と、脈ずりしてました。この、まあ、あの、針とガンダマ近いのはどこまで近づけていいかっていうのはもう、それは、もう針にガンダマ打っても別に、 問題ないいと思いますあのジグヘッドとかいうあの針もあるぐらいですからだから,だからもうこういうこと考えながらじゃあちょっと今の状況やったらここ2メートルぐらいのとこに打っとこうかな5 0ンチぐらいのとこに打っとこうかな、えー、2 5メートルのとこに打とうかなとこ,このこれをこうこのどういう時にっていう。 これもうあの細かく調節していけばいいと思いますこの幅の中で <laughs> あちょっと渋くなってきたなじゃあガンダムちょっと上げてみようえそれでも食わえへんなもうちょっと上げてみようとかそんな感じで、えー、あ放流小屋子活性高いからガンダムの位置下げようとかうんなんかそんな感じでこうこのこの間をこうこ,こまめにこう ガンダマの位置こ、あのー、変えながらやっていくのがいいんじゃないかなと僕はこの前ね思いました。えーっていうことであとね僕ちょっと <laughs> ガンダマの重さを変えるべきなのかどうなのかちょっとねそこはね正直ね分かんなかった先日さだまるさんでやってた時は 1>, 1号ばっかり使ってました。この1号。1号しか使わなかったです。この1号しか。だからね、ガンダムの重さってね、僕はい、今のところそんな変える必要ないんじゃないかなって思いましたね。前回やった時は。その1号の重りを、の位置をどう変えるかの方が重要なんじゃないかなと。 えー、そういういいにに感覚的には思いました、まあでもねあの僕脈釣り全然、あのー、やってきてないのでまあまたこれは考え方これから変わっていくかもしれませんがとりあえず現時点ではこんな考え方で、えー、脈釣りを考えてますっていうことで、えー、もしねあのー。 参考になれば幸いですし、えー、もしね、僕の今回のこの動画でちょっとそこ違うんちゃうかなとか、例えば他にもこういう考え方があるとか、そういうのあったらもしよかったらあのコメントの方で書いてもらえたら僕も勉強になるので、えー、嬉しい、嬉しいですね。ということで今日の動画は、えー、脈釣りにおけるガン玉の打つ位置を考察するっていう 内容で、えー、動画作りましたはいどうもじゃあまたあの海上釣り堀宮釣りも挑戦していこうと思うんでよろしくお願いしますそれでは皆さんさようなら